エグザイルノートのオネスト TV。 今日はですね、何をやるかということで、第2回イクオ持ち込み企画、イエイイエイ、お待ちかね、お待ちかね、お待ちかねてんのかいるんです、前回もね、そうなんかその持ち込み企画1回やりましたけど、うん、いるんだね、います。結構ね、あのこういう企画どうですかって書いてくれてる、ニッチなファンが、そうニッチなファンがついてるんだついてる、あ、そうニッチな育王企画ファンが前回はキキイチゴでしたっけ、はい、やりましたけれども、うん、前回のキキイチゴは結構手応えあったよね。あのね、やってて楽しかっただよね。あとなんかやっぱりこう食べることだったりとか好きだから、うん、やっぱり向いてるかなって俺的には思ってたよ。そうです。ということで、はい、じゃあなんか用意してんのね。はい、俺は何、いや今回はね、もう見てていいよ、見てていいよ、うん、そのままなんかそっから袋みたいなのあるけどさ、はい、またいきます。今回はこちらです。ザザ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 ザン、キキカレー。食べさせたいよ。いや、なんでよ。だってカレー好きじゃん。まあ確かに。そうでしょ、うん、前回は果物好きですっていうので言ったでしょ。まあまあまあ、そうね、そう、もうカレーにハマってるじゃない。そしてですね、何より、うん、リクエスト書いてくださいってコメントに書いてくれた人の中で、うん、あの郁夫さん、次はキキカレーやってくださいって書いてくれてる人がいたの。コメント欄の中から選ばれた企画だ、はい、読んでますコメント欄あの読んでるんで書いてくださいね。カレーですよね。そうです。ごめんなさい。え、第2回にしてこの企画を終わらせます。全当てしちゃうよってこと。全当てしちゃうよ。これかかってこいよよく集めたね。 いや一応そもそも見たことないかな。それぞれのいろんな価格帯のものも準備したと。あ、イチゴの時見たく、そう、てか単純に食いたいからモチベーションが上がる。腹が減ってるよ。もう腹が減ってしょうがない。そうですって。俺もなのよそれは。あ、そうなんだじゃあちょっといい、はい、やっていこうよ。準備します。はい、お願いします。はい、並んだね。どうでしょうか。いや、爽快。爽快でしょ。うん、いい景色だし、いい匂いだしね。腹の減り具合はもう今マックスだね。そうだよね、野生におけるベストコンディションって言われてる。いいね。はい、前回のね、イチゴの反省、1個ずつ全部食べてってまた1個ずつ当てるのは時間がかかる。今回は、うん、まず目隠しをして、うん、一口食べてもらう。で、その後目隠し外してもらって一つずつ食べていって、うん、で、私が食べたのはこれですっていう風に当ててもらう。でいいよ、一回ちょっとバーッとどういうものがあるかなっていうのを見ていいよ。いやー、なんか確かに、うん、そうね、濃いものと中間のものと、うん、ちょっとトマトベースで赤系だったのね。おー、これいいね。ビーフゴロゴロ、石垣、あ、これ沖縄シリーズなの。そうそう、そこの2つはそうなってる。セイドパーラーは全部こう2つとも濃い、濃いめなんだっけ。お、情報収集始まってます。だいたいデータ取れました。そうです。じゃあどうぞ目隠しを。そうでしょ。これも進化したんだね。前までは、前回はあそこにあったタオル足りねえんだよ何回もほどけて洗面所のタオルだったでしょ。洗面所のタオルを持ってきたんだからじゃあ選びますね。うん、でもスープだけなんだよねこれがちょっと心を惑わすっていうかさじゃあ今回はこちらにします。うまもう二口くれ。え、ちょっと後からスパイシーだね。あれ中辛な感じだね。観察しだしたね。うん、うん、チャツネ、うん、あ、アメリカ、あら、うんうん、はい、わかりました。あー、これはもう完全にインプットされてるよ。あの見た目だとこの味だったら、うん、あれか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 ぐらいまでは絞った。絞った。うん、オープン。へえ、シャバはあかりそれ言うね。それは言いまして誰もコメント書いてなかった。そうだね評判良かったわけでもないけど、もう一回こするっていう。
じゃあちょっと、うん、でもせっかくなんとなく絞れてんだよ俺の中で。おうおうおおう。うんうん、絞れてます。はい。ただ、うん、ちょっとまあ一応こう全部食わして。はい。じゃあ、うん、今回一応カレー用にお米も準備して。それよ。米が食いてえ。じゃあまず資生堂パーラーさんのビーフカレー。お、正直言っていいですか。はい。もう資生堂パーラーさんのビーフカレーではないと思ってます。ほう。でもいただきます。はい。うん、うまい。コクだね。うん、うん、このコクと、はい、レトルトでこのビーフをすごいよくここまでふんだんに使うことを許されたというか。おえすげえ食うな一口も。うん、うん、私が食べたのは、はい、資生堂パーラさんのビーフカレーではありません。正解。これはもうイージー。あ、そう、もうスーパーイージー。へえ。もう見た目が違うと思った。で次、はい、黒七味カレー。はい。ちょっと七味が入ってんだろうね。うんうん。黒七味は独特のスパイスがあるからうん、違ったら一癖いいんだよね。え、合ってたね、違ったりするな。ねえ、ちょっと待ってよ。カレーのレトルトここまで来てんだね。へえ。うまい。あのね、うん、すごい黒七味カレー、本当に黒七味の味がちゃんとする。あの、すごい七味が立ってる。へえ。今すごいね、遅れてるの七味が。あ、ちゃんとピリッとするんだ。うん。私が食べたのは原良角さんの黒七味カレーではありません。正解。イージーすぎるぜ。うわ。じゃあこの神戸牛のビーフカレー、うんうん、もうこれも正直違うんだけどね。あ、もうすでに。はい。え、ね、カレーってなんでこんな幸せになるんだろう。いい企画。今3つ食べたけどさ、うん、美味しいわけですよ。うんうんうん。お値段いくらぐらいなんですか。はい、一番左資生堂パーラーさんビーフカレー、こちらが、550円。550円か、うんうん、1杯あたりっていうのかな。550円。そして原良角さんは500円。うん、ちょっといいレトルトカレーか。うん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 、うん、普通だと300円ぐらいでも買えるもんね。そうだよね。うん、うん、ちょっとやっぱりこれやっぱいいんだよ、うん、それは。そしてこれ結構高いでしょ。そうです。うん、ありがとうございます。これなんと、この1箱で1450円。3倍。そう。あれ、どういうこと。もったいねえな。いや、うまい。ビーフが入ってる、ビーフがすごいんだもん。あ、そうなんだ。うん、そう、丹波牛。うまっ。やっぱビーフうまいと思った。あ、そう。こちらが1450円になります。あ、これ結構そう張るね。ね、まあ、それだけの価値はあるわ。あ、ほんと。これ今日ダントツで高いのがこの、資生堂パーラーさんの神戸牛のビーフカレー。すげえ最高級の食べたね。そういうこと。いや、うまい。やっぱね、肉だね。肉のクオリティが圧倒的にいいってこと。あ、違うんだ。ただ、私が食べたのは神戸牛のビーフカレーさんではありません。正解。もう見た目で分かってた。はい。じゃあ次はですね、うん、松本楼。はい。松本楼でいいのかな、うん、松本楼のビーフカレー。はい。松本楼さん。はい。ビーフカレー中辛。こちらは550円です。うん、美味しい。なんかまろやかなビーフカレーって。うん、これはね、もう相当伝統の味、明治36年からのカレーですね。すごいまろやか。うん、懐かしいカレーって感じだね。ああ、やっぱそうなんだ。うん、古き良きだ。うん、私が食べたのは、はい、一旦保留もありだ。一旦保留も認めます。なっしゃ。一旦ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとあ、念のため。なるほど。念のため抑えさせて。なるほどね。違うと思うんですよ。違うと思うんですけど、うん、一応情報他も違うっていう確定があって、うん、俺が睨んでるやつかなっていうところを確定させて。なるほどね。いいよいいよ、いいよね。この後もあるから、うん、こちらはだってさ、あなたポークカリー石垣島でしょ。はい。うん、石垣島パイヌ豚ポークカレー、こちら650円。なんかいいね、パッケージも含めて。うん、
具がすごい、うん、スープっぽい。ポークもいいんだよね、やっぱカレーは。うまそうに食うよね、普通に食事普通に今日の夕飯。うん、めちゃめちゃ具が豊富。確かに、うん、ゴロゴロしてる。ポークもじゃがいもも人参もしっかり崩れないまま入ってるから、うんうん、ただ私が食べたのは伊勢丹三越ザ・フードさんのポークカリーではございません。正解。あらららららら、はいはい、じゃあこれ伊勢丹三越さんのザ・フード、はい、ビーフカレーだね。はい、これはね、うん、石垣島じゃない、今回は沖縄本部牛ビーフカレー。沖縄シリーズなのかな。そう、これはね、なんと、うん、今回はね、こちらは800円です。結構いいね。先ほどの中でもいい、やはりやや高くなりましたね。やっぱビーフだからかな、うん、いただきます。はい、でかいよビーフ。どうや、なんだろこの独特な香り。ココナッツだ。すごい、なんか甘みがあると思った。ココナッツの甘みです、これ使ってるのは。うん、よくわかったね。書いてあった。ああ、そうなんだ本当はそのね、分かったキャラで行きたかった。分かった人でいたいよね、うん、カレーとココナッツの相性良すぎないっていう。そうだよね、本当にめちゃめちゃいいからね。このちょっと甘みとさ、うん、甘い香りと辛さでも永遠じゃない。確かに。私が食べたのは伊勢丹三越さんザ・フードビーフカリーではありません。正解。予定調和、手羽元チキンカリー、はい、博多花みどりさん、はい、博多花みどりさんの手羽元カレー、はい、うん、こちら300円。300円、安い、うん、チキンカレーだね。唯一のチキンカレーなんじゃない。うんうんうん、あ、なるほど。いただきます。はい、あら、じっくりと間を置くね、コメントに。最後のさ、うん、お皿になっちゃうからいっぱい食べておこうと思って。え、これでゲームが終わっちゃうからさ。いやいや、まだあるよ、だからこう食った方がいいの。これはじゃあ保留ね。なになになに、意味深だね。いいじゃん、いいじゃん、いいよ、いいよ、いいよ、最終確認よ、最終確認。なるほど、うん、ちょっとこれもじゃあ保留、これもさっき保留だって。はい、でもごめんなさい、あ、まあいいや。ご機嫌だね。ご機嫌になっちゃったね。いやー、まあいいや。ああ、じゃあ次、続いて、だってさ、これ食べてコメントしないわけにいかない。ああ、そうだね。ああ、さすが。はい、国立薬膳カレー。はいはい、こちらもチキンですね。うん、なんかこれはね、カレーなんだけど、うん、ちょっとなんかこう、ボルシチぽさもあるっていうか、うまい。あー、うまいね。ちょっと一口目は甘いんだけど、後半辛い。おいしい。はい、じゃあラストね。はい、一番最後です。富士屋ホテル、うん、伝統のビーフカレーさん、はい、行かせていただきます。はい、こちらおいくらですか。こちらは750円です。あら、結構。そう、これもね、やや高いね。うん、バターの香りがすごい、これは。おお、うん、インドカレー、スパイスカレー、欧風カレー、まあ、うん、インドでも結構こう北と南分かれたりとか、はいはい、あとタイカレーとかさ、うん、あるんだけど、うん、欧風カレーの決め手はバターだ。うまい、ごちそうさまです。はい、じっくりと間を、乾杯でもしたい気分だよ。あれ、当てちゃっていい。で、なんかあんまりね、ごめんなさい、俺が苦しむ姿がなかったんですけど、今回、はい、私が食べたのは博多花みどりさん手羽元カレーです。大正解。うわー、はい、あー、ういー、すごいね。どういうこと、余裕。マジでイージー。マジ、いや、マジでイージーだわ。すぐ分かっちゃった。すごいね。
手羽元カレーさんがすごい特徴的な味だ、うん、うわそうだったか。だからうわすごく分かりやすい人が選ばれたって感じ。あそう、うん、あ実は危ないのもあったんだ。じゃあこの中で多分だからこのビーフカレーが多いから、うん、ビーフ攻めされてたらちょっと分かんなかったかもね、うん、なんかねやっぱね手羽元カレーさんは野菜の甘みとか全部溶け出してる感じだったので、そのエキスがすごいこう感じれて舌触りとして残ってる感じっていうのがすごい特徴的だった。これオンリーワンだったんです。チョイスミス、イクラのチョイスミス、正規の正規のチョイスミス、自分のミスですこの企画自分のミスです。いやこれは気持ちいいな。俺はねあの後半にしたの、あの他のカレーでだんだん味は進んでるんじゃないかなと思ったの。伊藤が考えそうなことだよ。俺手のひらの上で釈迦の手の俺孫悟空だったうわいやいや負けました。これは気持ちいいわ。完膚なきまでにちょっと一口食ってみる。これが分かる、これがどんな特徴なのかっていうの。うん、野菜の優しさが出てるじゃない。確かにね。で辛さがちょこっとだけあとに最後残るのよ、うん、すみませんコメント書いてくれた方今回は企画は良かったんですけど僕のチョイスミスでした。いやもう、いやいや逆にコメント書いてくれた方ありがとうございます。私のカレー能力がただ高かった、それだけなんですただそれだけなんです誰も悪くないですこれ俺の舌がただカレーを見極める能力が高すぎただけです。ちょっと次回また皆さんコメント書いてください。リベンジ編をやりたいと思います。ぜひね、これちょっと聞きシリーズ俺結構自信出てきたな。そうだね、うん、いや今回は、うん、じゃあこちらの負けということで。そうね、今回は気持ちよかったよ。片岡直人のカレー看板死守ということで楽しんでいただけましたでしょうか皆さん。ということで、イクオ持ち込み企画第2回キキカレーの回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また募集してます。皆さんぜひコメントだったりいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。